ご覧いただいているのは1983年に行われたセパ OB 戦で王貞治氏が杉浦忠氏からホームランを打っている映像になる。このホームランを打っている時の王氏は現役引退後3年で年齢が43歳。また投手の杉浦氏は現役引退後13年で年齢が48歳である。杉浦氏といえば通算勝利数187、歴代30位、シーズン最多勝利数38、歴代5位という記録を持っており、1950年代と60年代に南海で活躍した、おそらく今の60代以上の世代がよく知っている選手になるが、この時の2人の対決を見ると、初球杉浦氏が投げたおそらく100キロにも満たない高めのボール球を王氏が見送り、続いての2球目球速が遅くお辞儀をしているストレートを王氏が打ち、見事にライトスタンドへボールを運んでいる。王氏の年齢はこの時43歳で現役引退後3年なので、この飛ばしにくい遅いボールを簡単にホームランにしてしまうのはすごいと言わざるを得ない。またこの時の王氏の一本足になっている時の状態をよく見ると、王氏は一本足という不安定な状態になっているにもかかわらず、杉浦氏が投げるまで見事なバランスで立っている。王氏のこの一本足で投球を見る動作は一見何気ない動作だが、よく考えるとまさに天才的なバランス感覚と若き日の毎晩の鍛錬と真剣勝負によって生み出された誰も真似できない技なのかもしれない。またこの対決では OB 戦なので、ピリピリとした緊張感のある試合ではなく、どちらかというと和気あいあいと楽しんでいる試合ということもあり、打った王氏も打たれた杉浦氏も両者ともに現役時代よりもレベルは低くなっているにもかかわらず、すごく楽しそうな、まるで子供が公園で草野球を楽しんでいるかのような笑顔を見せている。野球はたまに人生や世の中の縮図のような場面を見せるが、この場面を見ているとレベルが高い真剣勝負だけが楽しいのではないと気づかされる。おそらく人生も同じで、どんなレベルであっても自分がプレーできる何かフィールドさえあれば楽しめるはずだと話は逸れてしまったが、いずれにせよ一つ言えることは、この時の王氏と杉浦氏、また球場にいる人たちは本当に楽しそうだ。